政治家は SNS、Facebook に頼らず独自ドメインでブログ書いていったらええやん。支持者が勝手に拡散してくれるやろ。大期限2021年1月17日トランプ氏のアカウント禁止前 Twitter CEO の社内発言が流出、言論弾圧すんな言うてもやりよるからな。私は十数年前に左翼的なアキラさんがヘイトなんちゃらを反対するなんとかっていうのを作ってるのを見て、あ、これから左翼の連中言論弾圧してくんねんなとなんとなく察知したんです。9年ほど前に先人の著書を紐解いて歴史の真実をごそごそしだした時に、左翼の連中のやり方というか、世界を一つにワンワールドを目指している大元のドンがやり方えげつなかったんけど、これやったら私も真似られると思って、私の過去ご存知の方はあいつめちゃくちゃ言うてるやんやったと思うねんけど、今のうちに言えるだけ言うとかな損やな。ブログで画像にして掲載したり、ツイッターで拡散したり、今楽しんどかな、後でモヤモヤするわと思ってやっててんけど、今すっきりやもんね。どんなに言論弾圧されてても以前言うてたし。で、今現在ツイッター出禁になってんねんけど、もういらんであんな。記事によりますと、調査報道の非営利団体プロジェクトベリタスは14日 SNS 大手ツイッター社の内部からリークされた動画を公開した。トランプアメリカ大統領のアカウント永久停止より前に撮影されたこの動画には、ツイッター社の最高経営責任者ジャック・ドーシーってやつの社内発言が記録されている。ツイッターの内部告発者が密かに撮影したとされるこの動画で、ドーシーは正しいと感じる形式でいつでも自由に自分を表現するべきだと述べている。私もそう思ってやってた。で、ドーシーは、私たちは現在一つのアカウントに焦点を当てているが、この一つっていうのはトランプ大統領が使用していたアカウント、これは一つのアカウントよりもはるかに大きなものになるだろう、今日、今週、そしてこれらの数週間よりもずっと長く続き、大統領就任式以降も続くだろうと彼は付け加えた。ツイッターなんて左翼の洗脳ツールやねんから、真剣に使うもんやないと思うんで。ツイッターを経験して、今現在私、鍵アカのニュースやお店の情報関連しかフォローしてない。お友達もいない状態で持ってるんですけど、この状態がなんとも気持ちよく、ツイッターで知り合う人いらんわって思いました。ツイッターでどうでもいい人の意見読むめんどくさいし、時折 DM、ダイレクトメッセージが来んねんけど、もうそんなにいちいちかかってられへんって思いました。一度バンされて、2回目作ってすぐバンされたんやけど、もうなくなってよかったと思いましたよ。邪魔くさいねんもん。記事戻って。ドーシーは、そのため、このアカウント、トランプ大統領のアカウントが、現実世界の暴力とどう結びついているか注目しているのは間違いない。いやー、ふざけんなよな。数時間の間に200万以上の再生を集めたこの動画の中で、ドーシーは陰謀論の一つとされる Q アノンに関するアカウントを一掃するとし、トランプ大統領の禁止よりもはるかに大きい行動の可能性を示唆した。プロジェクトベリタスは、調べたところは、ツイッターの投稿で、この動画はツイッター社が検閲をさらに厳しくすることを示唆すると書いた。多くのトランプ支持者のアカウントは最近、ツイッター社によって削除された。何様じゃこらって感じやな。ドーシーは会議の中で、私たちのプラットフォームが毎日示しているように、アメリカはひどく分断されている。私たちの役割は、会話の誠実さを守り、誰も危害を受けないようできることをすることだ、と語った。お前が危害加えとんちゃうんか、って感じやねんけど、まあ、言うても無駄やんな。プロジェクトリベタスの創設者である、ジェームズ・オキーフさんは、1月14日、ツイッターの他の内部告発者から、さらなるリークが出てくると述べた。こういうことは白日のもとにさらしておけば楽しい一人歩きするからな。引き続き期待していてほしい。
彼らは民間企業だが、3つの政府部門よりも大きな力を持っていると彼は語った。大紀元はツイッター社にコメントを求めたが、すぐに回答は得られなかった。リークしたやつ、グッドジョブやんな。この社内映像がリークされた後、ドーシーはツイッターで反響の大きいトランプ大統領のアカウント停止について、連続形式の意見を表明した。私はトランプ大統領のアカウントを停止したことについて、祝うことも誇りに思うこともない。明確な警告を発した後、私たちは物理的脅威に関する社内外の最良の情報を得て判断した。これは正しかっただろうか、と彼は続けた。同氏はアカウント停止は正しい判断と考えている。へぇ。私たちは非常に厳しい状況に直面し、公共の安全に全てを注力しなければならなかった。オンラインの言論がもたらすオフラインの世界で危害は現実にあり、私たちのポリシーと実行の最大の動機となっている、と説明した。お前何様やな。一方、同氏は大型 SNS による過大な影響力について否定的な姿勢を見せた。このような行動、トランプ大統領のアカウント永久停止で、世間の会話は断片化し、私たちは分断される。説明、償い、学習の機会が制限され、私が危険だと感じる先例となる。個人や企業の持つ力が世界の人々の会話を一部支配している。お前が分断しとるんやろが、って言うても分からへんやろし、権力持ってるから使わへんかったらええねん。ツイッターで余計な人間関係いらんやろ。左翼の洗脳ツールやねんから。さらに、他のユーザーに対しても、もし人々が私たちのルールや実践に同意しないなら、他のインターネットサービスを利用すればいいとか言った。ごもっとも。使わへんかったらええねん。同氏はツイッター社の実践や矛盾を否定的に見て、先導的な意見を見極め、さらに運営に透明性を持たせるとした。こういうトップがやってるところに何も期待してはダメ。内部で働いてる方のリークはめっちゃ面白いから、みんなに教えてあげるべきや思いますよ。こういうことって常に何も考えずに白日のもとにさらしておくと、ええと思うねん。いろいろ言い訳考えたり、左翼側の指令によって動いてたら、自己批判テレビアンボコボコみたいな、の危険性もあるからね。世の中楽しまな損やで。いちいち苛立ってたらもったいないで。ツイッターの株価急落して面白いことになってるし、ロイター。2021年1月12日。で、ツイッター株が 12% 急落、トランプ氏利用停止で、規制観測強まる。今回のリークでまた下がるかな。責任取って、いなくなればええね。